はい、こんにちは、メインイカです。すいません、登録者2万人ありがとうございます。そうですね、まあ、2万人記念ってことで、かぐやるなちゃんのコスプレしようと思います。ね、このルールでいけば1万人親分2万人ルナちゃんなんで、5万人まではネタには困りませんね。キズナヤハイの時は1万人ぐらいだったんですけど、まあ、あっという間でしたね。この2週間で1万人近く増えてるんで、本当にありがとうございます。ね、毎日めっちゃ増えてて嬉しいです。本当にこの何2週間目まぐるすぎる。2週間どころじゃない、実際のところ、やっぱデビュー、2月末にデビューしてからもう早半年、すごい密度、この界隈、まあ、俺自身もそうだし周りも、ね、自己紹介動画でバズってパノラさんに紹介されたりとか、ニコニコでちょうど、ね、某まとめ動画が上がらなくなって、VTuber 新人おすすめみたいな感じで紹介されなくなっちゃって悔しいってなったりとか、母親とコラボしたりとか、時々で生放送1500人来てもらえたりとか、仕事辞めたりとか、キズナアイハイに優勝したりとか、そらもうね、こっから先半年どうなるんだろうねっていう、いや楽しみですね。まあ仕事辞めたんもあれなんですよ、結局やりたいことが、仕事も楽しかったし、こっちの活動も楽しかったんだけど、やっぱり忙しくなってくるとこっちが何もできなくなってしまって、それがすごく辛くって、あれもしたいのにこれもしたいのにみたいな、でそれを試せないのがだんだん辛くなってしまって、両立できないなって考えて、どっちを取るかを天秤にかけたんですよ、やっぱり。でその時にどっちを取ったら後悔するかなって考えたんですね。どっちを選んだら将来後悔するかなって考えた時に、仕事を続けたとしたら多分安定だし賢いと思うんですけど、その結果、あでもあっちのバーチャル YouTuber 専念してたら今頃ヒカキンさんみたいな超有名 YouTuber になれたかもしれんなみたいなことを将来考えてもどうしようもないじゃないですか。その試してもないことに対してずっと不満というか、ああしてればよかったかなみたいな後悔で、僕は後悔絶対したくないので、やった結果だ、後悔しそうな時でも意地でも後悔しないように強制しますからね。いやこれは決して無駄ではないみたいな。だからこの活動において最終的に、まあ、父親を納得させれるぐらいの、収益得られるぐらい、力を得たいって思って今いろいろ工夫しようと思ってるんですけど、まあ、それがダメならダメで、あここがダメだったな、次は反省してこうしようっていう自分の糧にするつもりでやっているので、まあ、結果として成功したらダメだったっていうのは僕にとっては正直些細な問題でも、やっぱり理想としてはこういういろんな人に見てもらえることに専念し続けられる環境に居続けたいで、ね、それが収益につながればそういう環境が整うのかなとは思うので、楽しいことたくさんやってみんなに見せていきたいなって思ってます、ね、今の夜の8時からやってるさ、夏休みの企画が終わってしまうのかなっていうのも感じてくるのもちょっと寂しいなって、いつも日記書いてくれてる人ありがとうございます、見てくれて、いやー寂しいな8月終わるので。ツイッターのフォロワー9000人超えたらちょっとエッチのデンジャバースビーストやりますって、今もう1万4000人なので、はい、やります、動画にします。だからあれですよ、この12月まで時間もらってますけど、それ以降も活動は続けますよ。このバーチャル YouTuber っていうブックがいきなりぶっ壊れて崩壊したとか、パソコンがぶっ壊れたとか、アカウントバンされたとかない限りはとりあえず活動は続けます。お仕事しながらね、まあ、ちょっと9月にも大きなイベント、まあ、ロケリ大会ですね、控えてるんで、ちょっとこれから動画投稿の頻度もまあ相変わらずまばらになるとは思うんですけど、まあ、週何回とか決めずに上げれる範囲で上げていきたいと思ってます。で、LINE スタンプとかよかったら買ってください、活動資金にします。今後ね、ちょっとやっぱ 3D にしたいと思ってるし、その辺でいろいろお金がかかるんですよね。正直この前もすごい支援していただいたおかげで、歌の収録環境が整ってきたんですよ。で今度それの設置をして接続して、で一回音収録してみて歌ってみたら近くにね、近日中にあげれたらいいなって思ってます。あと宣伝ばっかで申し訳ないんですけど、
概要欄に書いてあるブースに僕のアクリルスタンドがあるんですが、あと9個在庫残ってて、これ誰か買ってください。50ミリって書いてるのかな、なんだけど、他の人たちとサイズ感変わらないようにしてるんですよ。僕はあぐらかいて座ってるんで、サイズは他の人たちに比べると小さいんですけど、並べたら違和感ないような大きさになってるので、アクスタコレクターの方、何卒ぞよろしくお願いします。あと個人的にすごい気になってるんですけど、まあ、よかったらコメントで僕のことをどこで知ったのかよかったら教えてほしいんですよ。キズナアイハイからとか、自己紹介から見てたよとか、なんかそういうのをいろいろ知りたくて、みんなどういうところから俺のことを知ってくれているのかなっていうのは興味あるんですね。だから調査の一環といいますか、もしよかったらお答えいただけると嬉しいです。まあね、話し出したら長くなるんですけど、こんなものかな。チャンネル登録評価してくれると嬉しいです。まあ、これからも活動頑張っていきますのでよろしくお願いします。以上です。お疲れ様です。完成と。